はい、皆さんこんにちは。アキラノーザンハピネッツの細山聡です。皆さんお元気ですか。ということで早速始めていきたいと思います。ファンクラブ会員の皆さんだけが、参加できる特別抽選会の時間です。お待たせしました。皆さんお待たせしました。特別ということで、今回はなんと僕たちが実際に着用したですね、このゴールドユニフォームを、プレゼントいたします。はい。で実際に今ですね、大浦君が、ソータが来てくれてます。はい、皆さんどうでしょうこの顔はい、そうですね、全部で15着ユニフォームあります。そしてもちろんサインも入ってます。サインがここだ。サイン入ってます。チャキーンということではい、応募方法はこちらです。見えますかね。秋田のノーザンハピネッツの公式ウェブサイトからファン感謝祭のニュース記事をクリックしてください。で進んでいくと、抽選エントリー申し込みボタンが出てきます。でそうするとこの申し込みフォームに QR があるのでこちらで進んでいってください。はい、ということでさらに、今回はですね、特別に、ブラック会員の方限定で、ゴールドユニフォームの、パンツも、プレゼントいたします。はい、大浦君立って、大浦君が実際に、来てもらってます。このパンツも、皆さんにブラック会員の方限定で、プレゼントいたしますということで、はい、はい、どちらの企画もそうですね、会員証の表に書いてある会員番号を入力して応募してください。待ってます。応募は14時半までですよ。なんかおかしいな14時半までなのでぜひ皆さん応募してください。お願いします。抽選の結果は番組の最後に、発表します。16時頃の予定ですね。すごくドキドキしますね、桜井さん。はい、ドキドキしますね。どれぐらいドキドキしますか。ああ、すいません、てるやん、はい、大変申し訳ありませんご紹介が遅れました。秋田ノーザンハピネッツのトレーナーである、桜井真さんです。こんにちは。秋田ノーザンハピネッツアスレチックトレーナー桜井です。このコーナーだけ出ます。お願いしますまあ、すごくクールなんですけど、普段はこんなクールではなくてですね、結構ふざけたりしてる、はい、キャラなので、ぜひ今日はそれを見せていきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で先ほども言いましたが抽選の結果は、番組の最後に発表します。16時頃の予定です。ドキドキしますね、大浦君。そうですね。どれぐらい、もうなんだろう、ドキドキ具合がもう爆発しちゃいそう。はい、以上、ファンクラブ会員限定抽選会商品紹介のコーナーでした。ありがとうございました。はい、はい、ということでもうだいぶこのコーナーこのコーナー早く終わっちゃったんですよ。3分で終わっちゃいました。どうしようかなっていうことで、皆さんのコメントをね、マサシさんを解剖していこうということで、よろしいですか。それでいきましょう。それでいきましょう。みんなを解剖していきましょう。はい、じゃあ皆さん何か、はい。あ、いいですね。じゃあこのせっかくこの機会なんで、桜井トレーナーに皆さん何か質問があればよろしくお願いします。多分特にないと思うんですけど、ね。あればというかしてください。お願いします。あ、ありますよ。何ですか。はい、じゃあ大浦君読んで。桜井さんの経歴を教えてほしいそうです。経歴。すごい自己紹介になっちゃいますけど。そうだね、いいですか。いいと、そんなんに時間割いていいんですか。10分ぐらい使ってきても大丈夫。いいですか。はい、したら全然経歴、はい、とりあえず生まれは東京で、今は秋田にいるんですけど、その前にアメリカに留学してて資格を取りまして、群馬にいまして今秋田です。おでよろしいですかね経歴、はい、アスレチックトレーナーっていう怪我とかの予防とケア全般を担当してます。一番得意なケアは
番得意なケアは痛いケアですかね。痛いケア、うん、痛い。どの辺の筋肉が一番得意ですか。一番得意なのは肩かな。あ、肩、うん、肩。今年はね、肩の怪我が多かったの で、 そうですよ、ね、はい、伊藤しかり、細谷しかり、細谷しかり、白浜です、ね、白浜しかり、白 浜、 ね、白浜が特に長かったので、長かったんでね、はい、以上でいいですか。以上でよろしいでしょう。1分ぐらいでしたね。10分ゼロが1つ足んないですね。何ですか。はい、次行きましょう、はい、次の質問をどうぞ皆さん。いいんじゃないですかこれ。マーシー秋田美人見つけましたか、言うてます。マーシー秋田美人、秋田美人しかいないですね。そうですよね、はい、それはそうだと思います。間違いないと思います、はい、それは、はい。あ、いい質問来ましたよ。古川選手の鼻はどうでしたか。古川選手の鼻ですか、はい、鼻は折れてましたけど。鼻折れてましたけどどうでした、治り具合は。治り具合、はい、治ってから高くなったか低くなったか曲がったか、それともちょっとあのゴリラの方に近づいたか。ゴリラの方に近づいたでいいんじゃないですか。あ、いいんじゃないですかね、はい、あ、それについて、それについてどう思いますか。僕はそのまま折ってるとこ見てないんで。あ、じゃあ次の質問いきましょう。古さんあそこにいるから怖いんだけど。ちょっと後で殴られますね。そうでしょう。すいませんでした。はい、はい、次、次、古さんなんで吉野家しか行かないんですかって言ってる。吉野家行ってるんですか。いや、それは古さんに聞いてもらった方がいい。あ、そうですね。じゃあ次みんなに質問してもらいましょう。はい、そうしましょう。大浦君。はい、何ですか。だからソータの、はい、質問でもいいんだよ。そうだよ、ソータの質問。じゃあ大浦君の経歴喋ろう。ああ、いいですね、せっかく来たばっかなんでね。いいんですか経歴、はい、経歴どうぞ。10分ぐらいで。あ、もう全然、ぜひ任せてください。絶対10分使えよ。はい、お願いします。そうですね、生まれは広島県で、そうです、高校までずっと広島県にいました。そうですね、広陵高校っていう野球が強い高校に進学しちゃって、そうですね、しちゃった形ですかね。そしたらやっぱり野球じゃなくてちょっと生配信ね、バスケットの方に入って、大学は日本体育大学に進みました。そして今秋田にいます。いや、自己紹介において広島弁はほぼないです。なんかつなぎとかのあれなんです。あ、じゃあもうこのあと10分ぐらいは、これからは全部広島弁でいきましょう。タメ口でいいからさ。タメ口の方がいい。そうですね、確かにタメ口でいきましょう、せっかくなんで。はい、じゃあ広島弁で、広島弁でこれからいきましょう、はい、違う話題で。、はい、その中で出していきます。そうだね、はい、はい、じゃあ次行こうか。じゃあ次行きましょう。着々ですね。着々だけどいいのかな。いいんじゃないですか。まあ、こんな大丈夫ですかね。じゃないとこのあと時間戻れない。ケアで一番大変だったのは誰ですか。いいんじゃないですか。ほら、ケアで一番大変だったのは、まあ、やっぱ年取ってる人はケアは大変ですね。ベテラン組が特に。すいません。はい。細谷君もなんだかんだマッサージマッサージ言うんでね。はい、もうおじさんなんで僕も、松岡治療院のおかげで、はい、とても助かってます。皆さんのおかげで助かりました、本当に。はい、はい、あれ来てます、いつも。マーシーの得意料理は。得意料理、得意料理、得意料理は一昨日作って今作り置きしているのがハヤシライス。ハヤシライス。ハヤシライス。それはもう絶品のハヤシライス。いや、ちょっと水多くてちょっとサラサラになっちゃって、次回チャレンジしようかなと。また美味しいの。そう。食べに行きます。ほら、お前こういう雰囲気になっちゃうでしょ。本当に難しいね。これ難しいっすよ。絶対。でもまあ質問なんで。あ、ゴミ箱チャレンジ何テイクだって。まあ、なんかやってたね。
なんか、そうですね、なんかあれ、あれ素の自分でしょ。いや、あれ素じゃないです。素じゃないの、あれ、はい、なんかいつものソータ見てるよ。ちょっとあれ、本当ですか、うん、おかしいなぁ俺いつもあんな感じで来たの。あんな感じでいつも街うろうろしてなかったっけ。街うろうろ、秋葉とかですか。いや、秋田の話でしょ。あ、秋田だとどこがいいんですかね、スポットというのは。あ、で、テイクテイクは、うん、そうですね、あれ正直1時間ぐらいやってます。すごいね。一人で。そうですね、すごいね。なかなかタフだったね、それは。タフです。あの、なんだろう、ここ最近で一番体力使ったかなと思います。こう動いちゃったんで。でも決めた後結構クールだったじゃん、あれ。はいはい、うん、あれ、そう、こう、なんだろう、カメラで撮ってて決めた後、こう行ったんですね、うんうん、これ、あ、入ったと思って、こっからめっちゃガッツポーズしてどんな感じ。これ、いいっす。じゃあ次の、見てみましょう。はい、次行きます。しんさん、秋田の好きなところは。しんさんが一番長いんで。確かに秋田の好きなところはご飯が美味しいですよね、うん、とても、まあ、ちょっとしょっぱいなって思う時もあるんですけど。文句言ってます。思うんですけど、基本的には美味しいなと。ハタハタが好きで、ね、よく作ってもらうんですけど。メス派です。卵が。食ったことある？一回食べたことあると思います。思いますって何？いや、あんま覚えてないです。思います。まあ、そうだね。ハタハタ、ハタハタって何ですか？魚よ。知らない人がいました。これからだね。これから食べます。そうだね。はいはいはい。ということで、あと8分。マーシーもエアロビしようよってなってるよ。自分も今増えました。それはもう間違いなく、あの、田渡君でいいんですよ、そういうの。あれ、田渡の活躍についてどう思う。田渡の活躍についてどう思う。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。はい、あんまりここでこういう、そういうね、発言しないと危ないんでね。はい、ソータのエッサッサが見たい。ああ、日本体育大ね。日体大のね、それは見たい。やっぱね、それを。いや、でもマサさんのエアロビも見たいんちゃうんですか。いやいやいや、俺ソータのエッサッサですよね。おい。厳しいな。もうカメラも構えてますよ。触りだけ。そうそう、懐かしい。触りだけやる。触りだけですか。全部やる。いや、全部はちょっと厳しいですね。この雰囲気マジでやっちゃうやつですか。うん、もうほら見て、もカメラ全部お前に。カメラ全部そっちの。カメラも全てソータのもの今。ああ、ダメだって。ああ、ちょっとお腹痛いみたいなんで、ソータくんがちょっとできなかったっ。ちょっと緊張しちゃって。そうだね。いろいろあるんだ。あ、大浦選手、はい、ヘアアイロンいりませんか。ヘアアイロンですか。うん、でも寝癖がひどすぎて。ヘアアイロンってなんか髪の毛まっすぐするやつですか。うん、あは、そうですね、あんまり必要ないみたいですね。すみません、はい、すみませんでした。あ、さくらさん2,000円ありがとうございます。ありがとうございます。ます違う違う、もうちょっと、もうちょっと伸ばせと、もうちょっと尺を伸ばせと言ってます。さあさあさあ、ここで広島弁出てないね。あ、広島弁出てない、確かに。ジャケでしょ。ジャケですね。あ、ジャケ、はい。あとジャケ、うん、あとはそうっすかね、カバチとかっすかね。カバチ、カバチタレンナとかっすかね。映画のやつ。映画に上がったカバチタレって知らないです。あれ、すいません、ミスった。はい、はい、どういう意味ですか。カバチタレンナはそうですね、言い訳すんなみたいな、文句言うなみたいな感じで先生たちから言われてきたような気もします。そんな感じが、まあ広島というところでね。はい、あ、もう一回。はい、
いいの、はい、はい、最後にもう一度確認です。このコーナーが何だったのか忘れるところだったんですけど、はい、クラブハピネッツの抽選会のコーナーでした。すいません、応募方法は秋田ノーズハピネッツの公式ウェブサイトからファン感謝祭のニュース記事をクリックしてください。で進んでいくと抽選会のエントリー申し込みボタンが出てきます。でこれで応募フォームでやってください。はい、いいですか。はい、待ってます。はい、今日は、選手とチームスタッフが全員、出演するんですが、各コーナーで、それぞれ選手やスタッフから、ファンの皆さんに感謝の気持ちをお伝えする時間を取らせてもらっています。このコーナーではですね、大浦選手と桜井アスレチックトレーナーからご挨拶をさせてもらいます。では、広島弁で大浦選手からお願いいたします。そうですね、はい、今シーズンありがとうございました。応援、そして2月からっていう合流で短い期間だったんですけど、まあ、たくさんの応援、本当にホームゲームでも力になりました。そうですね、来シーズンも自分の持ち味を生かして頑張っていこうと思うので応援よろしくお願いします。広島弁は出ませんでした。どうぞ。はい、はい、今シーズンは先ほども話にありましたけど怪我の多いシーズンでなかなか選手全員が揃ってベンチ登録っていうのが難しかったんですけど、まあ皆さんのご支援ご声援のおかげでなんとか乗り切れたのかなとも思ってます。まあ、あとは選手もすごく頑張ってくれたので痛いケアに耐えて痛い治療に耐えて痛かったな痛い中試合してくれたんでそこはぜひ褒めてあげてください。引き続き秋田ノーザンハピネッツをよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、僕はこの後のコーナーにも出演があるので、またお会いしましょう。それでは次のコーナーまで少しお待ちください。ありがとうございました。バイバイ。じゃけんじゃけんね。それではここで秋田ノーザンハピネッツ10シーズン継続パートナーをご紹介します。秋田いすゞ自動車、秋田共同印刷、秋田銀行、秋田車屋、秋田先駆け新報社、秋田鈴木、ローアホールディングス秋田製錬、秋田ゼロックス、秋田プライウッド、旭総合、アジマックスグループ、イオン東北、石川雅則選手、宮鷹大住宅産業、急行会、ケアセンターキララアーバンパレス、厚生ビル管理、札幌ビール、佐野薬局、 JA グループ秋田、積水ハウス、大道医療、竹谷製パン、パプロス、鶴の湯。
東部ガス、東部液化石油、北斗銀行、道の駅コカ・コーラボトニック、山にグループ。以上、秋田ノーザンハピネッツ10シーズン継続パートナーをご紹介しました。